サントリーの奇跡の復活。緑人ソーダとビアボールの魅力を語る。感動の再会。緑人ソーダとビアボールがもたらす驚きの瞬間。緑人ソーダ復活とかなく。この一言が多くのファンの心を震わせました。サントリーの人気商品、緑人ソーダが再び市場に戻ってくるというニュースは、まるで久しぶりに会う友人に再会するような喜びをもたらしました。 SNS には多くのファンからの感動的なコメントが溢れ、その熱意と愛情が伝わってきます。サントリーの発表を受けて、多くのファンが緑人層だとビアボールを愛する理由を語り始めました。その情熱と感動は、単なる商品の復活以上のものを示しています。これはサントリーが築いてきたブランド愛、そして製品がもたらす特別な体験への敬意の表れです。 サントリーとファンの特別な絆サントリーの緑ジンソーダとビアボールが再び登場することが発表された瞬間多くのファンが喜びと感動の声を上げましたサントリー様大好き緑ジンソーダとビアボールは365日飲んでいたいびっくりマークといったコメントからもわかるようにこれらの製品は単なる飲み物ではなくファンの日常に深く根付いた存在です 例えば、一人のファンは、またここでお会いできました、と泣きながら喜びを表現していました。このコメントは、まるで久しぶりに親しい友人に再会したかのような温かさを感じさせます。サントリーは単に製品を提供するだけでなく、ファンとの間に深い絆を築いていることがわかります。緑人ソーダの魅力とビアボールの魔法。緑人ソーダとビアボールは、それぞれ独自の魅力を持っています。 緑ジンソーダは、その爽やかな風味と香りで多くの人々に愛されています。一方、ビアボールは、その独特の飲み応えとリフレッシュ効果で、ビール好きの心をつかんで話しません。あるファンは、緑ジンソーダとビアボール漬けになります、と宣言し、その熱意を示しました。これは単なる誇張ではなく、本当にこれらの飲み物が日常の一部となっていることを示しています。 さらに、写真を共有してくれたファンに対する感謝の声も多く見られ、見せてくれてありがとうございます。素敵なシェアをありがとうございます。といったコメントが寄せられました。未来への期待と感謝の声。サントリーの発表に対するファンの反応を見ると、これらの製品が再び市場に戻ることへの期待と喜びがひしひしと伝わってきます。例えば、一生サントリーについていきますびっくりマーク。 といったコメントからもわかるように、ファンはサントリーに対して深い信頼と愛情を持っています。このような強い絆は、サントリーが常に高品質な製品を提供し続けてきた結果だと言えるでしょう。ファンの感謝の声は、サントリーがどれほど愛されているかを示す一つの証です。感動ですね、赤いハートは良いものを見せていただき、ありがとうございます。といったコメントは、 サントリーの製品が単なる飲み物以上の価値を持っていることを物語っています。現代のマーケティング戦略としてのサントリーの成功。サントリーの成功の背後には巧みなマーケティング戦略があります。SNS を通じてファンとの直接的なコミュニケーションを図り、その声に耳を傾けることで、サントリーはファンのニーズや期待に応えることができています。このような戦略は、 現代のマーケティングにおいて非常に重要です。例えば、ハッシュタグサントリー、ハッシュタグ緑人ソーダ、ハッシュタグビアボール、などのハッシュタグを活用することで、サントリーはファンとのつながりを強化しています。また、人気アイドルの平野翔さんを起用することで、若年層へのアピールも成功しています。彼の影響力は絶大で、多くのファンが彼の宣伝する製品を手に取りたいと思っています。 実際の体験談、サントリーの製品がもたらす日常の喜び。サントリーの製品は、単なる飲み物としての役割を超えて、日常の中に特別な喜びをもたらしています。例えば、あるファンは、緑人相だ翔君を見せてくださり、ありがとうございます。と感謝の声を寄せました。これは、製品がもたらす感動的な体験を示しています。 また、昨日の午前中に見に行った時は、影も形もなかったので、昨晩掲載されたんですね、といったコメントからもわかるように、ファンは新しい情報を常にチェックし、製品が再登場する瞬間を楽しみにしています。このようなファンの熱意は、サントリーが提供する製品の特別な魅力を物語っています。現在のトレンドとの関連性、現代のトレンドを考慮すると、 サントリーの製品は健康志向やリフレッシュ効果を重視する消費者にとって非常に魅力的です。例えば、緑人ソーダはその爽やかな風味で健康志向の人々にも受け入れられやすいです。また、ビアボールはその軽やかな飲み応えでビールの代わりとして人気があります。さらに、SNS を活用したマーケティング戦略も現代のトレンドに合致しています。 ファンとの直接的なコミュニケーションを図ることで、サントリーはリアルタイムでフィードバックを受け取り、それを製品改良に反映させることができます。このようなアプローチは、現代の消費者のニーズに応えるために非常に効果的です。未来への期待と可能性。サントリーの緑人層だとビアボールの復活は、多くのファンにとって感動的な出来事でした。これらの製品が再び市場に戻ることにより、 ファンは日常の中で特別な喜びを感じることができるでしょう。これからもサントリーはファンとの絆を深め、彼らの期待に応える製品を提供し続けることでしょう。今後の展開にも期待が高まります。最後に、この記事を読んでいる皆さんに問いかけたいと思います。あなたにとって特別な飲み物は何ですかそして、それはどのような思い出や感動をもたらしてくれましたか この問いかけが新たな会話や共有のきっかけとなり、さらに多くの人々がサントリーの製品に興味を持つことを願っています。緑人ソーダとビアボールの復活は、サントリーが持つ無限の可能性を象徴しています。革新と伝統を融合させ、環境への配慮やファンとの深いエンゲージメントを通じて、サントリーはこれからも成長を続けるでしょう。この記事を通じて、 サントリーの魅力と未来への期待を感じていただけたでしょうか最後に皆さんに問いかけたいと思います。あなたにとってサントリーの製品はどのような特別な瞬間をもたらしていますかそしてこれからのサントリーにどのような期待を寄せていますかこの問いかけが新たな会話や共有のきっかけとなり、さらに多くの人々がサントリーの製品に興味を持つことを願っています。